テニーズ・サンドグレンは、アメリカ合衆国テネシー州ギャラティン出身の男子、プロテニス選手。ATP ランキング最高位は、シングルス41位、ダブルス115位。ATP ツアー優勝は、シングルス1勝。身長188センチメートル、体重88キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。メディアによっては、 サングレンと表記されることもある。2011年にプロ転校、グランドスラムの予選には2009年全米オープンから挑戦するもなかなか突破できなかった。グランドスラムシングルスでは2017年全仏オープンで初出場を遂げた。2018年全豪オープンではグランドスラム初勝利を挙げると2回戦で世界ランク8位のスタンワウリンカを4回戦で 世界ランク5位のドミニクティームを破ってベスト8に進出。準々決勝で低減に敗れた。4月の全米男子、クレイコート選手権で初めてツアーの決勝に進出したが、スティーブ・ジョンソンに敗れ、準優勝となった。2019年のエイズビークラシックで初優勝を果たした。2020年全豪オープンは第8シードのマッテオ・ベレッティーニや、 第12シードのファビオ・ホニーに送らしてベスト8入り。準々決勝で、ロジャー・フェデラー相手に7本のマッチポイントを握るも、決めきれず、フルセットの激戦の末破れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退。 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。